はいどうもこんにちは、おもチャンネルんです。さあ今回ね、はい、こちらの飛び方ちょっと見ていきましょう。はい、こちらですね。はい、まずこの上の2つですね。こちらもね、トミカプレミアムのアンリミテッドのね、こちらミニ四駆トミカになります。ね、爆走兄弟レッツ&ゴーよりミニ四駆のビクトリーマグナム、噛んだ。ビクトリーマグナムとバンガードソニックですね。で、下にあるこちらのね、段ボールは、これはね、コロコロコミックでね、全員応募で、まあ言ったらまあもらえるというかまあ買うような形ですね。これが何だったかちょっと忘れたんですけど、まあこちらもちょっと限定のねミニ四駆トミカなので、今回ねこれが届きましたんで、一緒にね見ていこうかなと思います。ではでは早速参りましょう。とりあえずちょっとね、いやこれがね届くの遅くてちょっとはがき間違えたかなと思ってちょっと心配してたんですけど、無事に届きました。じゃあとりあえずこれからいきます。なんか主人公っぽいやつ適当に言っちゃってますけどね。さあそういうのでいきましょうか。まず1つ目ね、ビクトリーマグナムになりますね。まあ、レッツ&ゴーはね、もう前にも言った通り、僕ですね、正直ミニ四駆はね、触ったことないので、まあ、以前にね、発売された、まあ、アバンテとか、そういったものとはね、ちょっとなんか、この思い入れが全然違うんですけど、まあ、今回トミカでね、まあ、登場したということで、もうコレクションには加えないといけないなと思いまして、はい、こちらに購入させていただきました。でもさっきからチラチラ見えてる通り、まあ、箱はね、こんな感じですね。まあ以前に登場したね、まあ、ミニ四駆トミカと同じような形です。実際のミニ四駆の箱のパッケージのこのデザインを多分忠実に再現してるんじゃないかなと思います。でまずはねこのビクトリーマグナムで、ではでは開けていきましょうかね。ではいきます。こちらですね、4ペンがねちょっとテープで留まっておりますので、はい、このようにね慎重に切りまして、では参りましょう。よいしょ、あらくっついた痛いよかった。では行きましょうか。まずははい来ましたよ、ビクトリーマグナム。あーもうねこのイラスト通りだよしよし、もうね今回ねコンサートに行きたいと思いますが、はい、まずですねビクトリーマグナム全体ですね、くるりとこのようになっております。なんかね、まあ前のねレッツ&ゴーのねトミカもそうなんですけど、なんかこれ見るとねミニ四駆で遊びたくなるんですよね。ヨドバシとかでもねコースあるんですけど、そこにねもう集まってるお兄さん方がすごく楽しそうでね、うん、でこちらねちょっとまあトミカの作り的にいくとですね、まずフロントから見てみると顔の部分ははいこのおっととこのようになっておりますね。まあ、しっかりとこうねもうシャーシーねミニ四駆らしいこうバンパーがついてまして、でまあこの辺はもうおなじみですね。ギミック的にはこの両方のねローラーがしっかりとね回る形になってます。今回も回りますね。まあ、ただこれネジごとね回るんですよ。このプラスネジみたいな感じのところもね丸々回っちゃうんで、そこちょっとなんかねネジはね固定してほしかったなって、はいそんな感じで思っちゃってたりしますね。でボディのデザインですが、このような感じ、本来多分ミニ四駆はねシールをね貼っていくんだと思うんですけど、これはもう全てね塗装になってますね。プリント塗装でこのようにデザインがね再現されてるんで、まあ、ミニ四駆よりこっちの方がなんかまあコストがかかってるんじゃないかなと思いますね。このボディに関してはねなかなかしっかりとこのようにかっこいいね車体のデザインができてます。ですね、これ5って言うんですか、まあ、こんな感じになっておりまして、で横からも見ていきましょう。はい、こんな形になってます。いいですね。このまあホイールとかタイヤがまたこのミニ四駆らしいねデザインのねホイールになってまして、まあ、この辺もね忠実にね再現されてると思うんですけど、いいですね。後ろのねこのミニ四駆のこのワイドタイヤが結構好きなんですよね。こんな感じです。でこれ V1 って書かれてますね、これね。で後ろ行ってみると、はい、こんな感じになってます。こちらねボディとシャーシを止めるねこのねこれなんていうんですかねこの留め具、これもねしっかりとねこうね再現されてます。まあ、今回まあもちろんトミカなんで回らないですけどねしっかりとできてるんじゃないかなと思います。でこの辺のまあいったこのモーターのカバーとかギアカバーかねこの辺とかもしっかりとこのように作られてておりまして、まあ、ほんとミニ四駆らしさしっかりと出てますね。で反対の側面、はい、こちら側もしっかりとねこんな感じです。で上から見てみると、はい、全体ねこのようになってまして、でそこの部分はとこちらもね結構しっかりとできてます。こんな感じです。こちらね、まあ、単三電池をね2本入れるような電池ボックスの形状もしっかりと再現されてます。多分この辺のこの緑色のところとかも多分ね充実じゃないかなと思いますんで、実際の写真ちょっと見たことないんで何とも言えないんですけど、うん、まあちゃんとできてるんじゃないかなと思います。でこちらですね、まあギミックとしてはサスペンションはないんですね。フロントのねローラーのみがね2つね回る形と、でまあもちろんね手転がしをねしっかりとできる形となっています。ということでまず1つ目こちらですね。まあ知らなくても本当かっこいいと思います。こちらですね。ビクトリーマグナムでした。よし、では次行きましょう。ね、ちょっと後ろ汚いまま。めっちゃ適当にいっちゃいましたけど。よし、続いてがこれ行きましょう。ヴァンガードソニックいきましょう。車体的には結構似てるんかな。形多分同じっぽいですよね。で、ざっと箱のデザインですが、はい、こんな形になっておりましてと、まあ、こちらもミニ四駆の、ね、箱を忠実に再現されてるんじゃないかなと思われます。では、開けましょう。レッツ&ゴー。あ、そっかそっか、レッツとゴーか。前の時もなんか僕同じようなこと疑問に思ってて、ね、調べたはずなんですけど、すっかり忘れておりましたね。よし。では、行きましょう。こちらね、ヴァンガードソニックですよ。来ましたよ。よいしょ。ね。はいはいはい。あ、ウィングの形状とかちょっと違いますね。ほう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 。じゃあちょっとね、見ていこうかなと思います。まずですね、全体ね、はい、これとこんな感じ。あ、ホイールのデザインとかも色は違うんですけど、多分先ほどのね、ビクトリーマグナムと一緒っぽいですね。で、フロントからいきましょうかね。顔の部分こうなってますね。ローラーもちろんね、稼働します。で、デザイン的にはこのようになってますね。ここに列って書いてて、赤と緑のこのようなね、デザインになってます。ウィングの部分にはね、ヴァンガードソニックという名前が書かれてますね。で、このウィングが先ほどのビクトリーマグナムと比べると結構ね、形状がまあ大きいというか、面積が広い感じで、で、ボディもね、なんか一緒かなと思ったんですけど、フロントの部分のこの辺のデザインはね、一緒なんですが、ここの後ろに行くと、このサイドか、こことか結構違うんで、まあ全く同じ型を使っているといったわけではないですね。はい、このようになっておりまして、ちゃんとね、作り分けされてますね。はい、このようになってます。一緒かなと思ったんですけどね、まあシャーシとかのパーツは同じかなと思うんですけど、ホイールとかもね、まあボディはちゃんと別々になってます。で、側面見てみるとこうなってまして、先ほども言いましたけど、ホイールのね、デザインは一緒ですね。若干こっちの方が色が明るいですね。緑色のね、カラーになってます。で、こちらも V1 って書かれてますね。で、後ろ行きました。ちょっと待って、ここローラーついてますね。はい。すいません。こっちのヴァンガードソニックは両サイドに、ここもね、稼働するんですけど、ローラー付きとなってます。危ない危ない。見逃すとこでした。で、後ろ行きましょう。はい、リア周りはこんな感じ。まあ、こちらも細かいところのこのパーツとかミニ四駆らしさはしっかりと出ております。で、反対のね、側面ですけど、このようになっておりましてと、で、上からも見てみると、はい、こんな感じですね。で、そこはと、よいしょ。はい、これになってます。あ、ここなんか別パーツになってないの、ここだけね。どうなってる？こっちとなんか違う感じなんですけど、シャーシも、あ、違う感じか。はあ、すごいですね。ちゃんと分けられてますね。こういうパート好きだわ。なんでしょう、このミニ四駆っぽいですね。実際のミニ四駆はこういう拡張できるんですかね。なんか僕の知ってるものは、アバンテとかね、なんかこう、なんていうの、元からこういうフレームがあった気がするんですけど、まあ、この世代のミニ四駆でこうなんですかね。いやー、でも面白いですね。で、こちらもギミックですね。まあ、ローラーがね、稼働するのと、あとはね、手転がしですね。しっかりとね、遊べる形になってます。ということで、こちらですね。ヴァンガードソニックでしたね。まあ、ちょっと遅くなっちゃったんですけど、まあ、こちらね、ミニ四駆トミカ。ちょっとお値段するんですけど、気になる方はぜひ探して手にしてみてください。で、ちょっとこう、ついでになっちゃうんですけど、ね、こちらの、小学館から届きました。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。コロコロコミックの大物ね、トミカちょっと行きましょう。では行きたいと思いますね。まず外箱はまあこれね、もう、なんていうの？送付用のね、段ボールになってますね。で、小学館から届きました。ほんとさっき届いたんでね。では開けましょうか。よいしょ。ちょっとね、中の箱どうなってるかわかんないんで気をつけたいと思いますが、まあ、定型外で届いたんで、あれですね、なんかまあ、場所によって、あれですね、到着が前後したみたいですね。僕はちょっと他の人より1日遅かった感じですね。では行きましょうかねと、おお、あ、こんな感じで入ってですね。おお、マグナムセイバー。ね、おおって。自分でね、注文しときながらあれなんですけどね。では行きましょう。ちなみに、他にはね、払い込み用紙が入ってます。これちょっと忘れないように出しておきますね。ちなみに値段だけ1730円でございました。で、はい、こちらですね。行きましょうか。ね、爆走兄弟、レッツ&ゴー、ミニ四駆、マグナムセイバーのブルーメタリックバージョンです。いいですね。ブルーメタリック、どんな感じでしょうか。で、こちらね、箱のデザインはモノクロですね。はい、このようなね、デザインになっておりまして、ここはちょっとね、まあ、それなりのお値段するんで、カラーが良かったかなと思いますね。これ、非売品なんのかな？どうなんでしょうね。あ、そっか、非売品か。一応ね、扱い的には非売品ですね。ははは、なるほど。で、多分今はね、もう手に入れることできないですかね。その時のコロコロだけだと思うんで、すいませんね。なんか手に入れたいってなった方は、ちょっとひょっとするとなんかメルカリとかそういったものを利用しないとダメかもしれません。ではでは、すいませんが、ちょっとこちらもね、せっかくなんで楽しませていただきましょう。ブルーメタリックね、どんな輝きでしょうか。では行きたいと思います。マグナムスイーパー登場。見えないような。お、いいですね。どんなやってるんでしょうか。もうピッカピカよもうめちゃくちゃピッカピカでございましたね。ではちょっと出しますね。おでもいいですね。特別感満載です。はい。じゃあちょっと、ね、見ていきましょう。まずですね、全体に書いてくれたこんな感じです。で、もうね、何のデザインも特に入ってるわけでもないんですよ。ボディがもう丸々ブルーメタリックなんですね。はい、このようになってまして、このローラーの部分とかもね、ブルーメタリック。まあ、後ろのボディと一体成形か。で、こんな感じになってて、で、ウィングもメタリックですし、で、あ、フロントのローラーはちゃんとこのようにね、まあ、普通の、ね、マグナムセーバーと同じく、ね、稼働するギミックとなってます。ね、いいですね。このメタリック感がたまりません。ね、かっこいい。いや、まあ、興味がない人はね、あれなんですけど、コレクター的にはこれ1例あると嬉しいかなと思いますね。で、側面横から見るとこんな感じです。で、ホイールのデザインは、さっきのあれか、ビクトリーマグナムと一緒かな、色とかもね。多分同じっぽいんかな。ちょっと違うか。でもまあまあ、ほぼほぼ同じでしょう。デザインは全く一緒ですね。色味が少し違う感じかもしれません。いや、でも、いいね。なんでしょう、特別感にこの満たされるというか、そんな感じですね。で、後ろですが、こんな感じになってまして、まあ、こちらもちゃんとね、ミニ四駆らしい作りになっておりますね。かっこいい。で、反対の側面ですが、こんな感じで、上から見てみると、はい、こうなってまして、で、そこの部分はと、はい、こんな感じです。で、こちらもギミックですが、ローラーの可動と手転がしですね。いいですね。まあ、ちょっとね、遠くからね、心配だったんですけどね、無事にね、届いてくれてよかったです。こちらですね、コロコロコミックの一応応募者全員サービスですね。マグナムセーバーのブルーメタリックバージョンでした。はい、ということで、今回はね、まだちょっと開けていなかったね、ミニ四駆トミカたちをね、3種類ほど、ね、ちょっとね、見ていきましたが、さあ、皆様いかがだったでしょうかね、もう最後に見たこのブルーメタリックバージョンの特別感とか、ね、またこのね、かっこいいね、レッツ&ゴーのヴァンガードソニックにビクトリーマグナム、ね、まあ、どれもね、この世代のミニ四駆ね、まあ、知ってない僕でも、ほんとね、面白いトミカだなーってね、楽しめるね、ものになってたかなと思いますんで、まあ、もしね、気になった方は、ちょっとね、まあ、お値段高めですね。で、まあ、ブルーメタリックバージョンすいませんね、今ちょっとね、なかなか手に入りにくいとは思うんですけども、まあまあ、もし気になった方は、ぜひちょっとね、この辺り探して、手にしてみてください。ね。いや、でも、ミニ四駆トミカってどれぐらい出るんですかね。僕、どっちかというとね、もう、前にも言ったと思うんですけど、昔の、何でしょう、キャノンボールでしたっけね。あと、ファイヤードラゴンとかね。分かる人には分かってくると思うんですけど、そういうのをちょっと出してほしいかなと思うんですよね。エンペラーとか、ね、もう最高じゃないですか。もう、宝富さん、どうせね、コラボするならもう、とことんやっちゃってください。よろしくお願いいたします。まあ、ということで、はい、今回ね、この辺りにしていきたいと思います。おもチャンネルのあたるでした。皆様のチャンネル登録やコメントや他、どんなお待ちしてますので、よろしくお願いします。あと、Twitter やね、インスタも出すんで、そちらのフォローの方もね、ぜひよろしくお願いします。で、今回もね、最後までご覧いただきましてありがとうございました。またね、他の動画でぜひお会いしましょう。ではでは、ごきげんよう。さよなら、バイバイ。